これはどういうことなんでしょう。皆様ごきげんよう、マナトと申します。ニーヤンオートマタ2週目が終わって3週目に入ろうかというところなんですけども、オープニングタイトルの背景の絵が変わりましたね。これは月の涙ですか？ というか、ということは、この後ろに見えているこの廃墟的なものは、ちょっと待ってください。カイネさん出てきちゃう。 ということなんだ。はい、のっけからちょっと混乱しておりますけれども、はい、3週目やっていきたいと思います。何が始まるの？本当に何が始まるの？ まあ、2週目終わったところで予告っていうことでね、かなり意味深な、映像が流れてましたけれども。敵ネットワーク機関ユニットであるアダムおよびイブの撃破が確認された。あ、続きなんだ。現在、敵の指揮系統は一時的な混乱状態にある。この好機を逃さず、人類軍は機械生命体に対し総攻撃をかけることが決定された。あ、全部やっつけちゃう。無論、我々ヨルハ部隊も例外ではない。思い返せ、故郷を奪われた苦しみを。我々は諦めはしない。でも、もう人類はいないのに。海を、空を、大地を、おぞましき機械生命体に奪われた地球を取り戻す。本作戦の成功をもって、トビー、今ここでこの戦争を終わらせるのだ。人類に栄光あれ。このアンドロイドの皆さんはまだ人類がいるって信じてるんですよね。サーバー管理担当 3S。 おー、かっこいい。サーバー管理担当 3S、 容量管理のため速やかにサーバー管理室に戻ってください。以上。なんかちょっと兵装、兵装っていうんですか、装備が本当に物々しい感じになって。作戦を自動遂行してください。情報漏洩を防ぐため、緊急事態を。まだ酔ってる。この人、乗り物酔いするって言ってた人ですよね。降下作戦。短期で行くのか。9S は？ 2B に真実を告げることができないまま、最後の大規模侵攻作戦が開始された。だけど、僕はまだ知らなかった。この戦いの結末と僕たちの運命を。またそんな。どこへ向かっているの、この物語は。以上が命令です。理解できましたか？僕たちスキャナー部隊は総攻撃に備え、敵の防空システムをハッキングで麻痺させる。その通りです。よくできました。なんか子供扱いされてる。気のせいです。気のせいです。ああ、そうか、スキャナーモデルは地上からの援護なんですね。防空システムを受信している機械生命体は電波状況の良い高所にいるはずです。ハッキング対象の機械生命体について大雑把な予測位置をマップに転送しました。了解。はーい。ということは、操作キャラは、なんかどんどん入ってくるな。対象はくれぐれも破壊しないでください。破壊してもしばらくすると代わりの個体が現れてキリがありません。はいはい、そんなことしませんよ。あくまでもハッキングで対処せよってことですね。はい、では行ってみましょうか。あ、防空システムが 100% になってる。倒さずにハッキングですね。エンデルスの上にいるのかな？来たよー。来たよ、エンゲルス。
ゲルス話せない。エンゲルス。これでよし。対象の外見は通常個体と同じなので注意してください。ただ対象に接近すればマーカーが表示されます。なんだかあいつらどんどん賢くなってるような気がするな。よし、これで準備完了ですね。この子、この子とか？ハッキングに成功したみたいですね。偉いですね。やっぱり子供扱いされてる。偉いですね。よろしくお願いします。はーい。はーい。ビルの上？ビルの上を。あ、いましたね。よし。ビクビクしてる。稼働率低下を確認。もう少しだね。75% になりました。空から、あーダメ、戦っちゃダメ。いきなり硬くなりましたね。おー、よし。ようですね。今回の作戦では他のスキャナー部隊員も総動員されています。私たちも遅れを取らないようにしなければ。はーい、遅れを取らないようにします。何です。戦闘中はなるべく当該エリアから離れてください。それじゃあ支援できませんけど。あなたのようなスキャナーモデルは戦闘向きではありません。あれ、心配してくれてるんですか。いえ、戦場にいても足手まといなだけですので。ひどすぎる。なんかすごいどんどん仲良くなってませんか。あっち側？こっちかな？わっ、何？おお、いかない。倒しちゃった。 9S 命令はハッキングであって撃破ではありません。怒られた。再配備されるので意味がないからです。敵の視界の後ろからそーっと迫ってギュッとハッキングしてください。わかってるよ。ギュッとね。ギュッとハッキングってなんだ。また破壊してしまったんですか。違うんです。ギュッとハッキングするんですよ。ギュッと。交代の敵が配備されると思うので次こそはお願いします。了解です。いや、あのね、違うんです。2ワンを聞いて。まだちょっとあの場所がわからない。場所が、いた。あー、自爆してくるタイプの子だ。ちょっとね、ギュッとやるの難しいですよ。難しすぎる。後回し。この辺りとか怪しいですね。
インエステ、聞こえますか？聞こえます。こちらの担当分作業は全て終了。そっちはどう？こっちも、あと一つかな。了解。あと、バンカーに戻ったらデータ同期をしておいて。忘れてた。君の戦闘データが未納だから、スキャナーモデル全体がアップデートできないんです。了解。この作戦が終了したら対応する。頼みましたよ。スキャナーモデルはみんな男の子ですね。よし、また襲ってこなくなった。こっちにも反応が。報告。目標の大型機械生命体に直接ハッキングするのは不可能。特殊なプロテクトを検知。機械生命体以外からのアクセスを拒否している模様。推奨。まず小型の敵を乗っ取り、その敵を利用して大型の敵をハッキング。ただなんでハッキングすればいいのか。難しいこと。ということは、こういうことですね。いい天気だね。天気だね。構造的にこの辺りで暮らすのはかなり大変そうだな、この子たちは。足の構造が。デコボコにはあまり適さない。ヘイ兄弟、いい天気だね。トロイの木馬的な。あわわ、めっちゃ、何、すっごい、何この赤いの。めっちゃ警戒されてる。これで分担は全部かな。推奨。戦闘状況が悪化する前にトゥービーと合流。分かってる。トゥービーとの合流地点を地図にマークと。これ自分の体に戻るには。はい、たった。よし。もう降りてきてる。始まった。ルービーさんの作戦開始地点は廃墟都市の南西にあります。飛行ユニットで向かい、現地でナインエスさんと合流してください。了解。先日のイブ戦で破損した武器も修復して搭載しておきました。到着時にはすでに全体の作戦が始まっていますので気をつけてくださいね。ありがとう。月面人類回避。地上で運転しているアンドロイド職人。虚しく聞こえる。
複雑ですね。人類に栄光。だから敵が強いな。レベルは一緒になってしまった。57。苦戦しそうな予感。おお、そうでした。怖いな怖いな、この服装。トゥビー、状況は？作戦は開始。先行部隊はすでに交戦中。僕たちの役割は先行部隊の状況に合わせて援護する遊撃部隊。先行部隊が交戦している場所をマップに転送しました。援護に向かいましょう。了解。お、あら、9S。9S いつの間にマスク脱いじゃったんだい？音楽がめっちゃかっこいいですね。こちらセブン B、 先行攻撃部隊デルタ隊長、交戦中の機械生命体が暴れていて手をつけられない。こちら 2B、 遊撃部隊、今からそちらの援護に向かう。了解、感謝する。私たちは次の部隊の援護に向かいます。私たちもそちらに同行し援護しよう。了解。こちら砲撃部隊オメガの 8B、 担当区域を制圧した。他の地域の援護に向優秀でしたね。こちら 3B、 シータ部隊隊長だ。機械生命体どもがどんどん増えていて手に負えない。戦ってます。ありがとう。私たちも同行しよう。視界が悪いですね。報告、適正機械生命体の反応が通常よりも増加。イブのネットワークが破壊されたのにどうして奴らは暴走してるんでしょう。私たちは戦うだけ。 2B、 なぜそこまで機械であろうと撤収を落としてしまうんですか。あなたは ポイントが近い。こちら 4B、 先行攻撃部隊あるか隊長。敵の攻撃に手を焼いている。こちら 2B、 遊撃部隊、今からそちらの援護に向かう。了解、感謝する。遊軍どん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 体力が減っていって、みんな無理するな。みんな無理するんじゃない。助かった。僕たちは次の部隊の援護に向かいます。我々もそちらに同行し援護しようどんどん仲間が増える。スビさん、新たな敵の出現を確認しました。部隊オメガが攻撃を受け苦戦中です。援護に向かってもらえますか。了解。思ったより苦戦していますね。急がないと。こちら遊撃部隊の 2B、 助けに来たぞ。部隊オメガを援護する。援護感謝する。いきなり囲まれて苦戦していたところだ。このまま行けば勝てる。ライエス、さらに造園の顧問の周辺を警戒して。了解。敵の数が多いな。何？この音。ん？何？なんだこれは。
進化した。おお、なんだこれは。油断した。至近距離からの EMP 攻撃が再起動しないと。援護する。まずい。みんなまずい。視覚迷彩。何がどうなってるんだ。わお。わお。僕が守る。すごいモザイク使ってるみたいになってすごーい、すごい演出。あーまずい、この外に出なきゃ。なるべく味方から離しといて、これを始められるとまずいな。警告、予定されていた作戦区域から離脱中。おお、ハッキングの画面にも影響が出て、やられた。離脱中。作戦区域への早急な復帰。怒られてしまった。いた、いた、いた。おお、すごーい。全然もう見えない。面白すぎるこの演出。ゲームデザイン天才か。もう何が起きてるのかわからない。次から次へと。あ、見えた。早く倒して 2B を助けないと。ナイエスのすぐ 2B ってうわ、回避とかもできないんですよね。ひたすらポットで撃ちまくこれは苦しい。あー、ちょうわ、苦しい。させない。よし、大丈夫。みんな無事？攻撃ウイルス。ウイルス、まさか。まさかの。トゥビー、敵になる？敵になっちゃう？さっきの EMP 攻撃がトリガー。直してあげられるかな。トゥビーを。トゥビー助けなきゃ。トゥビー周りの子たちを助けて。ロックオン。あ、やばいね、私攻撃してるの。大丈夫、すぐに。背中のは、背中についてるのはミサイル？あー、ちょっと。もしかしてこのためにずっとついてきてたの？取られてる。そんな。
ああ、優遇だから攻撃できない。攻撃機能が動かない。ヨルハ部隊の識別信号味方だからな。僕が 2B をハッキングして識別回路を焼き切る。お願い。なるほどね。あ、どっちが早いかな。友軍信号があるので戦えない。あー、しまった。大丈夫、間に合った。よし、ポット司令部に通信、状況確認。不可能、機械生命体による妨害電波を感知。クソ、トゥービー、妨害電波を出している個体をマークした。わかった。目標地点、いつの間にかトゥービーになってた。マップにマーク。まさかの味方とやり合うことになるとは。この子たちはなるべく撃破しない方がいいんだろうな。電波を出している。根元を立つ、立つ。エンゲルス助けて。エンゲルス、こっち。いるぞ。あのでかいのか、妨害電波が出ているようです。おっと、このハンマーで一気に。ジャミングは解除されたはず。よし、司令部に通信、状況報告と救援要請。あ、でもまだ襲ってくる。通信ロスト、司令部に接続できる。クソ、まだジャミングが。通信環境は良好、通信ロストは接続認証の失敗によるもの。現在司令部の通信機能は完全に沈黙。どういうこと？一体何が？ダメだ、キリがない。トゥビー、考えがある。バンカーには非常用のバックドアがあるから、そこから僕とトゥービーのパーソナルログデータを全部アップロードして、その後ここをブラックボックス反応で吹き飛ばす。わかった。データアップロード 30% 完了、 50% 完了、70% 超えた。ナインエス、まだもう少し。 92% トゥビー、ブラックボックスをやりますか、やりますか、やりますか。おお、あ、これある程度ずっと押しとかないと発動できないんだ。アップロード完了。おお、ナインエス。こんなにたくさんいたの？二度目のブラックボックス反応爆破。バンカーはどうなってしまったというの？トゥビー、司令部に報告を。急いで急いで、お客だった。これはいない。あ、いたいたいた。大変です、司令官。大変大変です。 9S も一体何をしてるんだ。地上のヨルハ部隊がウイルスによって乗っ取られたんです。僕たちは暴走したヨルハ部隊をブラックボックス反応で
ウイルス？何を言ってるんだ。地上からはそんな報告上がってないぞ。あれは偽装です。現在バンカーの通信は封鎖されていて、そもそも命令もなく戦場からなぜ戻った。だからヨルハ部隊が暴走して。いや、汚染されているのはお前たちじゃないのか。え、違うんです。何かがおかしい。ナインエス、貴様たちをウイルス汚染の疑いで拘束する。なぜこんなことに。わ、みんなの取られちゃった。汚染。司令官は戦闘タイプじゃない。司令官、退避します。うわー、くそ、扉が。バンカー内部までウイルスが入ってるのか。それも司令官。オペレーターさん、壊れてる。あれは機械戦みたい。そんなことが。ずいぶん楽しませてもらったけど、もうほとんど基地は終わりね。またアダムとイブみたいな個体が生まれてたってことですか。よし、もうちょっと待って。開いたよ、トゥビー。司令官、司令官。怖い。イヒヒヒヒって。あ、ナインエスがすでに持ってる。どこへ逃げればいいんだろう。あ。人類に栄光。意識が。トゥビー、油断しないで。むごいな。みんな味方なのに。司令官、この基地はもうダメです。一旦退避しましょう。どうしてお前たち二人は汚染されてないんだ。わかりません。いえ、おそらく僕がデータ同期を保留していたからです。以前バンカーのサーバーデータにノイズがあったので、それが気になって。そんな布石。そうか、アクセスユニットは汚染されています。格納庫に行って飛行ユニットを奪いましょう。なかなか壊れてる。司令官、格納庫から飛行ユニットで脱出します。こういうユニットがあるといいけどな。司令官、早く。私は行けない。なぜ。司令官、私もサーバーとデータ同期をしていたからな。でもそれならナインエスが。そんな時間はない。お前たち二人は最後のヨルハ部隊なんだ。生き残る義務がある。司令官、私はこの基地の司令官だ。せめて最後まで上官らしく。
いさせてくれ。司令官。トゥービー、目視が。司令。行け、トゥービー。司令官。これが本当の始まりってことですね。また動かなくなった家族に油を。司令官。警告、追尾反応多数。敵？いや、違う。この反応はヨルハ部隊。もう2ビートも離れ離れ。ダイエス唯一の味方だというのに激しい。機体ダメージ実際。これがヨルハ部隊の力だというのか。なんとか地上に着陸しないと。すごい技を持ってる。危険。FFCS、NFCS ともに反応なし。攻撃できない。攻撃手段を全て喪失。せめて逃げることはできないのか。敵反応多数確認。絶望的。どうする、どうするの。あ、攻撃できる。うわわわわ。水没都市か。警告、ウイルス汚染を感知。推奨、早急なワクチン投与。ワクチン。この先は危険だな。ホットホットが使える。ウイルス汚染度 16% に上昇。 NFCS 回路異常を検知。あららららら ら、 ら、他のアンドロイドに汚染を広げないようにしないと。ボット、
アンドロイドの反応が少ない地点を。検索、報告。商業施設の廃屋付近が該当。警告、ウイルスを除去しなければ夜破機体トゥービンに深刻なダメージ。分かって。あという状況なんですけれども、はい、今回はここまでとさせていただきたいと思います。もうウイルスのせいで画面がすごいすごい影響を受けている。いやー、ちょっと3週目からが本番なんじゃないですか、オートマタ。という怒涛の展開ですね。はい、ではこの続きまた次回やっていきたいと思います。今回ここまでご覧いただきましてありがとうございました。それではマナトでございました。ありがとうございました。